中日は31日、名古屋市内の球団事務所で OB の井上和樹氏と交渉を行い、2軍監督として契約したと発表した。背番号は89。契約後、会見に臨んだ井上氏は立浪監督がもがき苦しんでいる。1軍に生きのいい選手を送り込む。そういう責任を感じながら、役割に徹することになると思うと基本方針を明かした。苦しんでいるのは選手だろ。もがき苦しんでいるのは選手も同じではないかな。もがき苦しむ。果たしてそうかな？名古屋湾で溺れている模様。立浪はもがき苦しむんじゃなく、むしろこれが彼の実力だと思う。立浪監督がもがき苦しんでいるには、立浪監督を助けたいとの気持ちが伝わり、思わずジーンときたよ。立浪監督がもがき苦しんでいる。シンプルな表現だが、率直にそう認めてそう言うのは少し勇気がいると思う。少なくとも悲壮な覚悟は持っておられると感じられた。もがき苦しんだ結果が米騒動ってこと？意気込みはよし。立浪と仲良し子吉野お友達。実績十分、期待してまっせ。本当ではあれば1軍ヘッドで監督を止めてほしいが、そうなると、2軍監督がいなくなる。指導者としての実績は12分。来年も終わったなと思っちゃう。技術面の能力ないでしょ。井上でも立浪の暴走は止められないだろう。立浪より年上のコーチがいないと。多分だけど、来年は投手が戻ってくるから、2軍はダントツ最下位はないと思うし、野手に関しては、伸び台しかないメンバーなので、一人でも覚醒させてくれ。気合、根性が悪いとは思わんが、解説でも技術論なんて聞いたことない。井上にできることは、ヒノキ、明るさ、このあたりだけでしょう。周りもそう思ってるが、自分でもよくご存知の様子。前回の2軍監督時はウエスタンリーグ優勝、さらにジュニア日本一だった。今年までの監督とは大違いだが、戦力も当時とは大違い。腕の見せ所だね。